ミュージックジャパンは NHK 総合テレビで2007年4月7日から2016年4月3日まで放送されていた音楽番組、通称 MJ。2007年3月16日まで14年間にわたって放送されたポップジャムを継承し、J-POP シーンを賑やかすアーティストのライブパフォーマンスを中心に構成。最新のヒットナンバーはもちろん、 出演アーティストの懐かしの曲も披露した。また、期待の若手アーティストも登場した。場合によっては、ロックやメタルのジャンルに属するアーティストも出演した。タイトルに、ジャパンとあるが、日本国外のアーティストが出演することもあった。番組は全編にわたり、ハイビジョンで制作していた。なお、 ポップジャムから引き続き、ホームページにて、ポッドキャスティングも展開していた。また、本放送終了後 NHK オンデマンドでも配信され、基本的には全編配信されるが、会によっては著作権、肖像権の関係で一部カットされ、通常の放送時間よりも短くなる場合があったほか、全編配信されない場合もあった。2016年4月3日をもって、 番組は9年の歴史に幕を下ろした。なお、通常のレギュラー放送は3月14日の放送で終了し、3月21日より3週にわたり、スペシャル番組を編成。4月3日放送の最終回は24時5分25時29分の拡大版となり、MJ プレゼンツベビーメタル革命と総集編の2部構成で放送された。 MJ の発展解消、渋谷ノートナオミの部屋に分割二千十六年四月以降、MJ を発展的解消する形で、渋谷ノートとナオミの部屋の二つの番組に分割、それらの番組に引き継がれることになった。渋谷ノートは本番組をほぼ踏襲した若者向け音楽番組として、四月二十四日より、日曜夕方十七時五分から十七時五十四分枠で、 開始。一方の、ナオミノは、コアなジャンルを取り上げる音楽番組として、4月30日より、土曜未明1時25分1時55分の枠で、スタート。いずれも月1回のペースで放送された。歌コンへの継承この他に、2016年3月に終了した演歌、歌謡曲専門の NHK 歌謡コンサートを発展させて、 同4月から開始された、歌コンにおいても、MJ からの流れで、邦楽歌手、演奏家をゲストに迎えて生演奏を行う。歌の場面は、NHK ホールでの収録が多かったが、NHK スタジオでの収録もあった。トークの場面は、NHK スタジオでの収録がほとんどで、これは、NHK ホールでトークをすると、観客の歓声により、トーク内容が、 視聴者にに聞こえにくくなるためとされるただし、2014年の放送枠拡大からは、会を重ねるごとに NHK ホールでの楽曲披露の携帯が増え、それと同時に NHK ホールでトークを行うことも増え、また NHK ホールの観客の歓声についても、演出の一環として逆に、トーク場面で活かす方向になっていった。なお NHK ホールの収録については、 当初は原則として月1回月曜日に3週分を収録していたが、後に放送枠の拡大や NHK ホールでの楽曲披露が増えたこともあり、各週月曜日に2週分の収録となった。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所での事故により、 前述の通り3月13日と20日の放送が災害対策基本法による非常時特別報道体制のため休止になったのみならず被災地となった東北地方では被災の3県のみならず6県全県で3月27日以降も引き続き震災関連のニュースのため放送を休止となり以降この状態は4月10日まで続いたしかし 3月27日から4月10日までの3回のレギュラー未放送分に加えて4月2日放送の特番ミュージックジャパンスペシャル2011春祭りも東北地方で放送されるのにはかなりの時間を有し、それから1ヶ月ほど後の5月9日0時10分2時55分に東北ローカルで未放送の特番と3回のレギュラー放送を立て続きに放送することで収集が図られた。 当初はナビゲーターの肩書きが用いられていたが、2014年度以降は MC の肩書きが用いられるようになった。パフューム不在時の代理 MC、NHK ホール収録主体の内容となった2014年からは、パフュームが全国ツアーや海外ツアーにより公開収録に出演できない場合、2から3名の代理 MC を置くようになった。 2014年4月現在2007年度2008年度2009年度2010年度2011年度2012年度2014年度2015年度 MJ では通常のレギュラー版以外にも年数本程度で趣向を凝らした特集番組を放送している以下はその種類また MJ としての特集以外にもスピンオフとしてアーティスト密着特集や歌と題した 年数本単位による特番も放送している。ネオビジュアル系と呼ばれる若手バンドが NHK ホールに集結し、ライブパフォーマンスを行う特別編として年に1回開催される。基本的には MJ の特別編として2007年から2008年までネオビジュアル系真夏の縁と題して毎年夏期8月末に放送してきたが2009年は 放送されなかったものの2010年春に4月18日にネオビジュアル系春ランマンの縁2010と題して放送された。また、後日 BS2 で完全版が放送されている。日本国外で活躍するアーティストのスタジオライブ、トーク、世界の最新音楽情報を合わせて送る特別編。ナビゲーターは関根まりが務める。アニソン界の第一線で活躍する歌手。 声優が出演し、アニソンを歌う。毎年12月下旬の放送では、紅白スペシャルと題して、NHK 紅白歌合戦の会見及び、出場アーティストの紹介、その他紅白の見どころなどを紹介する特集を行っていた。なお、番組後期には放送されない年もあった。ありがとうございます。